では音読ですね。はい。えー、ここから、日本語からいきますけど、今日はゆっくり音読です。1文字ずつ音読します。日本語は普通に音読しますね。いきましょう。1、2、3。彼女は毎日ジョギングをしています。She goes jogging every day。ゆっくりでしょう。<laughs> でも後から言うんじゃなくて、一緒に音読してね。 私と一緒に声出してね。ね。ここに行きます、ね、私たちは来週新しいプロジェクトを開始します。We will start a new project next week. その映画はとても面白かったです。The movie was very interesting. 彼はまだ宿題を終えていません。He hasn't finished his homework yet。私のお気に入りの食べ物はピザです。My favorite food is pizza。彼女は明日試験があります。She has an Exam tomorrow. その本を読むのに2時間かかりました。It took two hours to read the book。私の友達はとても親切です。My friend is very kind. ロンドンドはとても美しい都市です。London is a very beautiful city. 彼らは来年海外旅行をする予定です。They are planning to travel abroad next year.